はい、今日は最近よくやる、腹筋のメニューを紹介しようと思います、まあ、メニューはよく変えてるんですけど、まあ、一番やることが多い、まあ、グラビティブーツを使って、ぶら下がる腹筋、あとはまあ毎回やるのは、ハンギングレッグレイズ、ニーレイズ、これはよくやってますね、まあ、少しでも参考になればと思います、まあ、これから夏が来るんでしっかり腹筋つけて、まあ、腹筋もしっかり厚みをつけていけば多少体脂肪率が高くなってもしっかり割れて見えるので、まあ、そのためにはちょっと強い負荷が必要なんですけど、まあ、しっかり腹筋鍛えていきましょう。最初はグラビティブーツを使って、ぶら下がって15キロのダンベルを持って、腹筋していきます。次は15キロのダンベルを股に挟んで2レイズをやっていきます。これも大抵15レップで2、3セットやります次はまたグラビティブーツでぶら下がって、今度は体を左右に振っていきます。
セット。もう10から20レップの範囲で2セット程度。はい、上部から下部にかけて、そして腹筋まで、しっかり鍛えることができたと思います。またメニューを変えたら、その時紹介しようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ネイチャーカンフィットネスもよろしく。クーポンコードはファイト15。